はい、渡辺よしです。今回はね、期間限定、レジスタンス、ブッチャー対の補給将校解説のプレイ実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。期間限定、レジスタンス、今実装中なんだけど、冬の包囲戦で登場した、このブッチャー隊が再び登場してるんでね、これね。早速ちょっと見てみますか、これ。戻ろうかと思った矢先に、雨を欲しがるガキのようにお前が現れながら、必要なものを取ってさっさと行け。これね、まず10プラス2突破、レジスタンスサプライドロップ10個と、ボーナスのレアサプライドロップ2個を含むということでね、6日11時間38分ちょいということで、コストが、あの箱が一人でに動いたように思えたんだ。 CP2000 前線にいないと神経質になっちまう。で、こちらは10プラス2ゾンビ突破、レジスタンスサプライドロップ10個とボーナスのレアゾンビサプライドロップ2個を含むということでね、こちらもコストは一緒で 2000CP で、時間も一緒なんでね。で、こちらはレジスタンスサプライドロップ、レジスタンスセットからレアアイテム1個を確約、こちらは CP200、 あとは一緒なんでね、これ普通通常のやつね、レアドロップとレアゾンビサプライドロップ、それぞれ CP200 なんだけどね。で、契約の方をちょっと見てみますか。これね、これなの、このなんか印されてるやつがあるでしょ、これ7つ、これね、これが報酬がレジスタンス、あ、これね、とりあえずこの6つレジスタンス報酬、レジスタンスサプライドロップ報酬になってるんでね。これチームデスマッチキル契約、チームデスマッチで5ヘッドショットキル、完了時間25分で、契約コスト75余りクレジットで、キル契約35キルモードを問わず、これこちらは30分、完了時間30分、契約コスト175余りクレジットで、ハンドガンキル契約、ハンドガンで25キルで、完了時間30分に、契約コスト75余りクレジットで、こちらはウォーキル契約、ウォーディサ55キル、完了時間40分で、契約コスト125余りクレジット、爆薬を持ってドイツ野郎の元へ突っ走ってこい。ドミネーションヘッドショット契約、ドミネーションで5ヘッドショットキル、完了時間25分、契約コストが75余りクレジットね。で、レジスタンスキル契約、解放手段にいる間に敵を30キル、完了時間25分、契約コストが125余りクレジットで、報酬はこの6つはレジスタンスサプライドロップね。で、こちらはレジスタンス賄賂契約、マルチプレイヤーマッチを25回完了、完了時間7時間59秒約8時間アナハ君が一人でに動いたように思えたんだ。契約コスト200余りクレジットで、レジス完了でレジスタンス賄賂になってるんだよね。冬の包囲戦とほとんど一緒なんでね、冬の賄賂ってあったんだけど、あれと一緒なんでね。これはレジスタンスサプライドロップ、冬サプライドロップと一緒なんで、俺のナイフでお前の目を覚ましてやってもいいんだろうな。あとはこれ普通のやつね、ヘッドショット契約、5ヘッドショットキル、モードを問わず、完了時間20分、契約コスト25余りクレジット、報酬が 1500XP。 これ今やってるんだけどね、これ前回の昨日のやつまだやってて、これまだもう一回使えるんで、これね、9ヘッドショットキル、モード問わず、完了時間までの時間12分、これ今やってるんでね、ちょっと難しいと思うんでね、できないと思うんだけど、 3000XP 報酬、これちょっと今あと2、これ今やってるんでね、あと2種類使えるんですよ、これね、これ、あ、今これ今さっき言ったやつ、これね、あと2種類使えるんで、どうしよう、チームデスマッチで5ヘッドショット、すぐになんかすぐ終わるやつからがいいっすね。これ、これまずやろうかな。35キルモードを問わずね、時は金なりで、ハンドガンで25キル、これも簡単なんだけど、どうだろうね、ドミネーションで5ヘッドショット、解放手段にいる間に敵を30キル、これいいね、これやろうかな。あ、25分で30キルか、ちょっと微妙っすね、これはちょっとやりたいんだよね。あ、
これやった方がいいかもしれん。うん、レジスタンス賄賂契約を、賄賂なんで、これちょっとやってみよう。これをやり通すのが一人での価値になると。これがちょっと今や継続中熱が、ね、今チャレンジ中熱が、これ終わったら、あ、できなかったら、あの開くんでね、一枠。そしたらまたこれやっていくんで、これがいいかもしれないね。30キルかちょっと分からんね。でコレクション、これ前回の冬の放射線ね、これもう終わってるんでね、冬の放射線は終了しました。でもね、あのレアドロップからもう獲得できるんで、これあとあのレジスタンスサプライドロップからも出るみたいでね、あの他のプレイヤーさんが開けてるの見たら、あのレジスタンスサプライドロップからもなんか冬の包囲戦のコレクションがでなんか出現してたんでね。でこれ右側ね、これレジスタンス、こう ORS を、あの今回ね、あの遠距離武器2種類に、あのコンバットナイフ1種類、近接攻撃1種類ね、計3種類今追加されてるんで、ね、ORSO っていうのはこれサブマシンガンだと思うんだよね、これね、解放者、うん、あこれねユニフォームこうなってますね、こういう感じで。あとグリップね、ハンドガングリップ、あとコーリングカード、面白いですねこれね、こういう感じで。コンバットナイフのやつだねこれね、コンバットナイフ。あの海外版の場合はね、あ、例えばのこの1,2,3,4,5,6,6 種類全部あのレアドロップとかね、であの獲得した場合は、獲得して全部コンプリートしたら、これあのあまりクレジット使わずに、あのコンプリートの報酬で獲得できるんだけど、なんかあの法律の関係でなんか日本はなんか規制されてるんで、なんかこれできないみたいなんでね、海外版みたいにはできないみたいなんでね。でこれフランス地下組織、やっぱりいいやつになるとやっぱたくさんだけ高くなるんで、面白いねこれね。グリップね、ああなるほど、パントマイム、これジェスチャーもあるんですねこれね、こういう感じで。ソ連地下組織、今録画時間ちょっと今10分で設定してるんでね、ちょっと 早回しでちょっとやっていくんで、もう8分ぐらいになるんで、こういう感じですね。国民反抗者、こういう感じで、こういう感じで以上にしていきたいと思います。はい、今回はね、期間限定レジスタンスブッチャー隊の補給将校解説のプレイ実況をやってきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。